じゃあまず会社名とお名前をお願いします。はい、有限会社ファンランクの井口克美です。ライダー兼、ディレクターをさせていただいています。よろしくお願いします。で、取り扱いのブランドは、はい、ライス・テインテッドっていう、まあ、国産の中でもドメスティックブランドの中でも、最も歴史のあるブランドを、お取り扱いさせていただいてます。今年で何年目ぐらいですか？だいぶ歴史長いですよね。今年で24年目です、はい、生まれた子供が24歳。そうですね。で、その中でも来年の、来期出るモデルでおすすめのものがあれば紹介していただきたいんですけど。はい、じゃあ、今回ちょっと昨年からリリースさせていただいたこのダブル RX ってモデルになります。で、この板のコンセプトっていうのがカービングっていうスタイルが流行ってる中で、まあ、その中でトリックを入れていこうということで、まあ、エッジを立てたときはテクニカルボードで、フラットにしたときは、まあ、グランドトリックとかに適した、まあ、グラトリボードみたいな乗り味になる、まあ、2つの性質を持った、まあ、新しい板になります。で、形状が、ソフトフレックスのセミハンマーです。ソフトフレックスのセミハンマー、下噛みそうになっちゃいました、はい、ソフトフレックスセミハンマーです。じゃあ有効エッジがかなり長いですよね。そういうことになりますね。有効エッジが長くて、まあ、キックが少し短くなってるっていう。だから実際のレングスに対して、ちょっと、まあ、2センチアップぐらいの乗り味があると思います。で、まあ、結構ターゲットにしている層っていうのがありまして、まあ、これからカービングを楽しみたい方、もしくはカービングが得意だけどちょっとトリックもしてみたいなっていう方にお勧めしていきたいなと思っています。じゃあ1本あればもう1日遊べる感じの板ですね。そうですね、もうこれ1本あればもう、まあ、午前中晩硬い時はカービングしてちょっと昼からグラトリもしようかなっていう、まあ、両方、まあ、交互にやってもいいし、まあ、その中でスタイル、新しいスタイルっていうのも作っていってもいいかなっていうモデルになってます。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。